はい、半幕の本家の本物貴族の半魔王先生です。前に話しましたようにね、人間で一番頭がいいというか、学力がある人と私とね、上の生物と比べてね、1000倍も知能が低いです。人間でね、一番優秀な人でもね、相当差があります、私とね。で、人間っていうのは、の金持ちというのは、私よりか金持ちというのは、全部八百長というか、もう不正ですね。私よりか金持ちになってる、金持ってる人は全部犯罪で全部入手した金になります。で、人間界ってそういうことでね、殺しも全部法律というのは全部守ってないんです、実際はね。全部嘘で、ちゃんとやってるように、法律でね、人間たちちゃんとやってるように、見せてるだけで、実際裏は全部やってません。殺人しても全然捕まえない人は捕まえないしね。で、警察がね、捕まえないし、泥棒でね、全部法律というのは全く守ってません、人間たちはね。だから表向きだけですね、表向きだけは人間たちは全部やってるわけですけど、で、注意しないというのは、学問がかなりできるように見えるということですね。というのはね、無心になってテレパシーでね、カンニングしてね、仲間から情報もらったりして、難しいことを教わって動くことが大きくできるんですよ、人間の場合ね。だから私と同じように学力があるように科学者とかね、私全部人間の上行ってますからね、科学だろうと歴史学だろうとね、あらゆる学問、機械だろうとね、全部私の方がダントツ上の知能なんで、上行ってるんで、説明はできるんだけども、みんなね、同じような学力まで人間がね、私と話せるんですね。また人間よりか上の生物が教えると、私よりか知能が働くわけですね。私よりか知能の高い生物が宇宙から教えたらね、テレパシーでね、ということなんですね。だから人間自身は私の能力の1000分の1ないんですね。一番優秀な人でもね、ノーベル賞だろうと、博士号を取ってる人だろうと、人間っていうのは私よりか学力はね、どんなに優秀な人でも1000分の1以上です。低いですね、人間の学力は。全員ね。だから私よりか金持ちっていうのは存在しないんですね。全部不正です。ね。地球上の億万長者1番2番3番っているけども、あれみんな知恵が全然私よりが1000分の1以下なんですね、全部ね。で、利口に見えるのはテレパシーでね、携帯電話持って教わってるみたいなもんです、頭についてて。だからその通り話してればね。で、対向者がいます、私の敵がね。それは人間よりか頭のいい生物、私と同じぐらいの学力の宇宙生物が対抗してきます。当然人間よりか頭がいいんです。人間に知能を与えて動かしますね、ということなんですね。人間が頭いいんじゃないんですね。人間よりか頭のいい宇宙生物がテレパシーでね、携帯電話持ってると同じで情報伝えて戦ってくるんですね、人間がね、総合的にね。ということで、宇宙全体で生物は生きてるということですね。ということをよく知ってください。で、人間界は法律は全然守ってませんから、全部注意してください。人間界、誰一人守ってませんね。ね。ということでね、調子いいのだけはやれ、法律違反だからって言ってやられてますけれども、全部めちゃめちゃですね。人間の作ってる法律、作ってるのは表向きで言うけれども、実際は全部法律はもう無視してます、もう全然。
泥棒みたいなもんで、人間は全員お互い様様だね。隠し持っても犯罪、殺しも隠し持ってみんな生きてます。で、普通に路上を歩いてますし、殺人者1人2人3人、そんなのザラですから。道路で歩いてますからね。1人や2人どころじゃないですよ。そんなのはたくさんいます、日本人で。ね。で、怖いのは、捕まってない犯罪者ってのが一番怖いんですね、殺人しててね。そういうのやたらと言います、日本人はね。外国人は結構捕まるんですけどね。日本人はそういうのはもう、ザラですね。ということですね。とにかく人間というのは、どんなに優れた優秀な人でも博士だろうと医者の名医だろうと、私の学力と比べたら1000分の1も低いんですね、学力は。ということで、で、私よりか金持ちは地球に存在しなくて、それ以上の人は全部不正で盗んだ金です。ね、団体から金をもらったりとかね、汚職ですね。100%そうですね。ということをよく知っていただきたいということですね。法律は国全部守ってないって、やってないということですね。それも注意するように、逆に犯罪の方に手を貸していることが多いということですね。というのが地球の人間たちの行動なんで、全部注意してください。そういうことですね。どうもありがとうございました。半魔家の本家の半魔洋先生です。仕事中ですね。仕事中でね、分析中なんですけど、仕事中です。